皆さんどうもです、ポルシェです。今回ですね、ソロ大会獲得ポイント世界記録、世界大会出場も決めたユマさんの対面を解説していきたいなと思います。まあいつも通りめちゃくちゃ激発多くて見どころも満載なんで、早速ね本編行ってみましょう。 Let's go。では早速初動から見ていきましょう。降りている場所はやはりピアッツァですね。グランドファイナルリセさんと一緒に2位を取って世界大会進出権を獲得したこのフォームでしっかり立ち回っていくと。結構 W 級成功してる人って初手メダリオン降りてるイメージ意外とないですね。で早速ここで1位決め、まずはワンパン入れて、さらにここは連射しきって倒しきると。本当に簡単なことではあるんやけど、今の屋根で張り替えれるシチュエーションを張り替えないっていうね。ダメージ食らってでもいいから早く倒せる、打ち合いができるんだったらそれを選んでいくっていうシーンも結構ありましたね。ピアッツァの戦いは慣れてるやろうし、ユマさんはこれで世界大会進出2度目になりましたね。もう猛者、上位オブ上位、常連にはなってきてるんやけど、このオールラウンダー感をね、今後もこのソロ大会の対面でもね見れるんじゃないかなと思いますね。でここのトラッキングはバグからのショットガンの入り込み、強すぎやな。ユマさんはいろんな強みがある中で、個人的にやっぱここが一番すごいなって思うのはトラッキング能力ですね。個人的に今シーズンってフリックとかポンプショットガンの単発、 DMR の単発のエイム力っていうのも大事なんやけど、やっぱりこういうトラッキング能力は非常に大切なシーズンだったと思うんですよね。それはなぜかというと、ニトロとフィズ、そしてクラッシュパッドジュニアでキャラクターが大きく動いていくことが多いんやけど、それに対してバース SMG が特に腰打ちで当てれる人は当てていけるんですよ。それをうまく使わないと相手が逃げるタイミングでダメージが削れなくて倒しきれない、逃がしてしまうみたいなことが起こってしまうから、 W キーしても多くの撃破は取れない。でもユマさんはトラッキング能力がすごい上手いから、相手がどういう逃げ方をしてもしっかりと逃げてる最中にダメージを削って、そのままロー HP にして倒しきるっていうことができるんで、やっぱり今シーズンはねキャラクターコントロールが種類が多いから非常にトラッキングが大切だなと思いますね。であとここはねバース SMG の神エイムなんやけど、頭にちゃんと合わせて削っていく、ここのねヘッシュの意識っていうのもまあねプロは当たり前ではあるんやけど、やっぱりね意識の差が全然違うなと思いますね。で次の敵もまたバーストでね打ち下ろしだけこんな簡単にソロ大会で敵倒せないとは思うんだけど、まあユマさんのエイム力だよね。このソロ大会ってユマさんすでに281ポイント、つまりソロ大会の中でも最終マッチポイントが高いマッチなんですよね。これメンバー見てもらったらわかると思うんやけど、他にもねメアさんとか、まあ、180ポイント170ポイント、いろんなねポイントの高い選手がいる中でこの激発だからね、まあモサをも倒すより強い最強のプレイヤーみたいな感じで、ここでまたねトラッキングで落としていくと、ミシックとメダリオンもゲット、ガチでレベチよな。でプラスでまたここで腰打ちでバースト、もう3点も当たってるからね、この時点でだいぶねもうポンプショットガンがなくても普通に一瞬で削り切れる体力にしてるし、でフィズとニトロリングで一瞬で詰めて倒しにっていくと、まあ、このコンバットショットガンもある意味ショットガンではあるけどトラッキング能力ですよね。ユマさんのトラッキング能力はただ相手に対してエイムを常にトラッキングしていくだけではなくて、こういう相手が逃げていくところにトラッキングをしながら自分もキャラクターコントロールを入れれてる、これもね本当にやばいと思うんですよね。相手が動くだけじゃなくて自分も動くから、よりねエイムの難易度が上がると思うんやけど、こういう難易度の高いトラッキングをもね常に常にやり続けて、まあユマさんは倒しきる、まあこの追っていく能力っていうのも非常に高いなと思いますね。でまたここでコンバット当てて割って最後ね、バースで削り切れる瞬間が出てくるんやけど、ここでもう建築越しのトラック、ここをずーっとね相手がいるところ、まあこの鉄の壁って透明で見えやすいから常にエイムが相手に合わさってるのをね見てほしいんだけど、これをとにかく徹底して意識しておくと何が起こるのかというと、たまたま1点貫通した貫通エイムがちゃんと相手に対して当たって倒しきれるんですよね。これでより撃破速度も上がるし、その徹底感っていうのが本当に凄まじいなと思いますね。でさらにまた絵に戻るタイミングでここで100カット入れて、相手が逃げるところを先に建築を置きつつ、ニトロの破壊で相手に対してよりね素早く詰めていくと。でピースコントロールうますぎ、後ろのピースは惜しい、壁が相手の壁やったからギリギリ刺さらんかったけど、逃げようとしてもここでユマさんのいつものトラッキング能力で結局ね腰打ちで当てれちゃうと、マジでうますぎるよなまあこのトラッキングっていうのはこういうねキャラクターコントロールとのトラッキングだけじゃなくて、建築の中に対する敵へのトラッキングも凄まじくて、ここ本当にうまいなと思いましたね。
今のプレイングで相手がねダメージ食らってまたボックスを広げて逃げようとしてるところを毎回馬さんはピンポイントに相手がいる位置にずっとね張り付いて本当に回復タイミングを与えないんですよね。もうミニポーションを触ることすらできずに倒していけると。今のプレイですごかったのはやっぱ最初のここですよね。囲おうとしたんやけど相手とうまくねすれ違って馬さんが下になったんやけど、そこで相手を探すというよりかもう把握してて、相手が横に逃げたところをまずこれダッシュの足元屋根ジャンプで一段簡単に上がれると。でこの先にピースコントロールしてる時点で相手はこの中に入ってるのはもう分かってるんですよね。もうこの把握の時点ですごいなと思うんだけど、さらにここで屋根をかけて自分の足元に屋根、そして相手の上に床も張ってダブルで建築を取っている。で相手はユマさんが最初横にいると思ってるから横向いてたんだけど、ユマさんがもう素早くね上を取ってるから気づかずに先手を打てた。しかもそこだけではなくて、そこから相手が逃げようとしてるところにずっとユマさんは追えてましたよね。これが本当にすごいなと思ってて、相手がこう広げたってなったらここ床1枚やからこの床に攻撃して入り込んだりしそうなんやけど、ユマさんはここを捨ててこっちに行くと。やっぱりこれは相手が最後に建てた建築のところに行くとよくねトラッキングができるんで、相手の位置をしっかりと建築が最後に建ったところに常にねプレッシャーをかけに行く。でまたここの床が最後に建ったから上から張り替えてしっかりとね屋根も入れて防げない。でまた今度は横から攻める。でもこっちの横から攻めてもちょっと時間かかったと。となるとユマさんはこっちの横の側面に注目してると思って、実際ね階段編集でそっちの方向に防御するんやけど、ユマさんの本命は実は大外回り込んでこの木の壁、まあこの壁編集権握ってるかどうか置いといて、しっかりとねこっちから攻めれるっていうプラン立てもできていたと。まあ今の対面はボックスの中のトラッキング、そして相手に対して攻める角度の多面性っていうのかな、毎回毎回一回つついたらまた別の角度、一回つついたらまた別の角度っていうね、角度を変える量の多さっていうのはものすごくて、相手からしたらボックスの中からどこからユマさんが攻めてきてるのかがね分かりにくい。今のも立った正面からまたすぐに横に曲がってから勝負に行く、でまた違う側面、時計回り反時計回りを常に意識して左に行くと見せかけて右と見せかけてまた左に行く、こういう連続的な角度の変え方をすることによって、相手もねやっぱ上手いから建築越しにユマさんがどの位置にいるかを見てるとは思うんですよね。でもそれ込みでユマさんは見られてるっていうのを込みで考えて常に常に大きくぐるぐると回りながら勝負に行ってるから、結果的に相手をうまくね惑わせてることになってると思うんですよね。でここはねちょっと劣勢になっちゃったんやけど、編集で最後はこれマジでうまい今のは編集の選択やっぱり本当にうまかったですね。まずここ強気で SMG のねカウンターを狙っていくのもすごいんやけど、ここは相手もねちゃんとカウンターしてきた。でユマさん割られてしまったからここで基本的にやっぱ詰めてきますよね。それに対してまずはカウンターを大きく受けたくないから強いピークの右上三角編集ライトハンドピークのジャンプ打ち、これで体力をしっかりとねイーブンにしていく。しかもここで入り込みされる可能性もあるから、壁だけではなくて階段を張る。で階段の中に敵が入り込んでないから階段編集からの壁の編集権も握れてたから、ここでね三角編集で屋根入れようとしたのか、ここ正面にいると思ったのかわからないけど、ここの次をね結局ヘッドショット入れられたらワンパンで死ぬ体力であるから、やっぱりカウンターは避けたいと。でもこの位置から右上三角編集したら一応相手は上にいるから打てちゃうんですよね。でもここでユマさん何の編集をしたのかというと、まさかの右下四角編集なんですよね。そうすることによってこの階段と四角の微妙な間、ここに体が出てきて打てる。しかもコンバットショットガンって集団率すごいからダメージが出やすいんですよね。で対して相手視点これやからね、まあショットガン絶対当てれないこの形でショットガンを通していったから、まあカウンター不可能なね打ち方でめちゃくちゃうまいですねこれ。で次の対面、まずは70カットして周りを建築で囲いつつ、ここでうますぎピースコントロールこれもね本当にうまいなと思ったのが、まず相手に対して70カットしたら、まあ相手はこもりたいですよね。でこもった時に何をやられたくないのかというと、ボックスをめっちゃ広げられること。広げられてしまうと時間かかっちゃうから自分が先に広げる、上をかぶせる。でここで多分この木ユマさんの床なんですよね。で俺だったらこの屋根を張り替えて上から狙いそうなんだけど、ユマさんはここで相手が逆に言うと上に上がってこれないから横しか逃げ場がないっていうところで横に行ったんかなと思うんですね、その思考で。でここで降りて、しかもユマさんの真下に敵がいたから、ここの俺が張り替えようと思ってたボックス結局張り替えても敵がいないから意味ないですよね。でもユマさんは一気に横のマス目を壊しつつ
ここの真ん中の壁、大抵ね、これ貼り忘れてる人多いから、ここをまず一気に取りに行くっていうことを選択したおかげで、相手のショットガンも防ぎつつ、窓を開けてショットガン入れて、で相手に対してね、もうこれはフルピースで、でもここでアーマーもカットして、もう体力めっちゃ有利で、しかも右にちょっとね、逃げそうな雰囲気ありましたね。今一瞬キャラクターが映ったところを置き建築でピースコントロール、まあこれも予測の領域ですね。しっかりと相手が逃げるところを先に不正で囲っておく、完璧なピースコントロールで倒し切っていくと。まあやっぱりユマさんはマジでオールラウンダーだなと思いますね。突っ込むところ、こういうところとかね、突っ込めそうになってるんだったら突っ込む、逃げ場がないところはしっかりと突っ込んで、まあ、ダメージトレードで戦えるところは戦っていくし、丁寧にやるところは丁寧にするし、ピースコントロールするところはピースコントロールする。本当に手数の多さというか、引き出しの多さがすごいなと思いますね。まあ、ユマさんは結構ね、海外選手の中でもビコが好きって言ってた気がするから、まあ今回のシーズンもね、ビコのソロ対面も強かったし、ビコもね、世界大会進出権、ヨーロッパ1位取って決定してるんで、まあ、日本のビコとしてね、頑張ってほしいところもありますね。で、ここもショットガン張り替えの2パンチ。まあ、ゲートキーパーやっぱこういう時強いよね。そして次はなんとね、対戦相手がシンクさん。まあ、ポイント高いからね。もう本当に、後ろにはね、ユガハマペペさんもいたり、まあ、普通に強い方々もいるんやけど、ユマさんはどういう風に戦っていくのか。まずはね、こう、相手が逃げるところ、やっぱね、バース SMG と自分のキャラコン込みでね、今のも当てていくからね。で、ここで登る、この登り方もね、やばくて、ここで相手、しっかりとシンクさんはね、まずは立て積みでニトロの横の入り込みが怖いから、できるだけ避けてるんやけど、ここは今さんもダメージを取ってだいぶ有利で、最後はニトロの入り込みをするんやけど、この入り込み方もね、めちゃくちゃ困る入り込み方で、シンクさんが最後間に合わなくて倒し切っていく。うますぎだよね。まず最初の横飛びですね。ここの横飛びでダッシュジャンプで、このタイミングでまず相手を視認して、打ってくるのか、それとも登るのかを視認するんですよね。打ってくるんだったら防御しないといけない。でも登るんだったらこっちがより早く登らないといけない。で、視認しつつも、ここの階段斜め上で段差を横飛びで上がってるんですよね。この2択を一瞬でキャラクターコントロール含めてしながら上に上がるっていう選択をできてるから、シンクさんは回復する時間がもらえなかったと。で、ここでまた、ユマさんが根元を崩すところ、やっぱこういう時はね、シンクさん上手いから、しっかりと崩すタイミングちゃんと見て、ショットガン狙うんやけど、ユマさんも丁寧に警戒して編集で落とし込み、ここでダメージトレード。そして最後のニトロの入り込み方よね。あれはマジわからんなと思うんやけど、まずここの壁、ちょっと触る。触ったら、シンクさん的にはここの壁から入り込んでくる可能性が非常に高いから、ここで背面階段で2枚ガード。そしたらユマさんは、この背面階段に合わせて左か右どっちかからやったら壁1枚で入り込めるから、ユマさんは一旦左に回る素振りを見せるんやけど、ここでもう1回この角、まあこの角に触れることによって左の壁とこの右の壁両方を壊せる。まあニトロね、範囲破壊なんやけど、これで両方との壁を壊して、左もねちゃんと壊れてるんやけど、一旦こっちの階段の上に乗ると。でも囲われたくはないから、ショットガンで階段に対して打ちつつも、ここで一旦離脱で、シンクさんももう一回囲ってはいるんやけど、そこでここの壁で、こうすると次、ショットガンでこの階段に対してダメージを当ててるから、次のニトロの入り込み、またここの斜めで入り込むと、また範囲破壊が起こって、これで右の壁と、この正面の壁と、中の階段もね、壊れる可能性があるんですよね。こういう破壊を連続的にすることによって、シンクさんがどっちから来るのかが分かんなくなって、で、シンクさんの選んだのは、右から入ってくるっていうことを考えたんやけど、すぐに今さんは実は右に触れつつも、本命左で、一気に逆サイドに回り込んで、シンクさんの階段編集を間に合わせなくして入り込んでいく。言うたらただニトロダッシュしてるだけなんやけど、こんな心理戦があるんかっていうね。すごいよね、本当に。まあ、やっぱり上手い人対上手い人は、その対策っていうのもしっかりと分かってるし、カウンターがね、来ないように、相手に的を絞らせない、ボックスの外からでも相手に把握させないみたいな、そういうプレイスタイルができてるのは、ユマさんのうまさやなと思いますね。で、もちろんね、もう20撃破までいってるんやけど、まだまだ止まらず、ここは一気に詰めていく。後ろから、まあ、ここら辺からね、やっぱり密集地帯になってくるから、漁夫も怖いラインではあるんやけど、しっかりと回復して100カットを入れて、ここの張り替え、ギリギリ遅れた場合はカウンター来る可能性もあるから、クワをずっと振るんじゃなくて、しっかりショットガン握り返して、で、最後クワ一発のニトロ入り込みでワンパン。
で次の敵、まあもうねここら辺から撃破速度を上げるためにリスキーなシチュエーションとかももう込みでね勝負に行くんやけど、まあ今のもヘッドショット130と強すぎやし、ここは逃がさない。また一撃破。そして次の敵もショットガン当てつつ大外をぐるっとねポジションいろいろ変えながらピースコントロール。いやー惜しい、倒しきれそうやったけど、まあギリギリね相手はうまく逃げてるんやけど、それでもダッシュスピードと斜めマジで立体的だよねいや本当になんかキャラコンとなんかエイムが全体的に空間的なプレーをしてるっていうのはすげえなと思うね。ただただ平面的に直線的に攻めるんじゃなくて、ユマさんはすごいフィールドを全体で使ってる感じあるよね。でここはガチでエグいエイムで、ちょっとリプレイロードがね入っちゃってよく見えんかってんけど、やっぱ撃破が多いモスはねこのバーストの火力がえぐい観戦の人たちはね、多分ミニピオさんとかバイキンさんが見てると思うんやけど、あーあーあーああって言ってたねマジでえぐいよな。まあここら辺のねスリップダメージというか、もうバーストとかどういうタイミングでも体が見えて打てるところは逃さない。武器チェンの多さとかもねあるんやけど、こういうのもね普通にえぐいけどなキャラクターがね相手もクラッシュパタジュニア使ってめちゃくちゃでかく飛んでるし、自分も落下しながらやったのにまあ当てていけるこのトラッキング、まあユマさん昔からやっぱまあこれ前回のソロの解説でもね言ったとは思うけど、キャラコンを使いながらプレイするのがもともとうまかったイメージがあるから、やっぱそれ込みで考えると本当に連動がこのキャラコン×エイムの合わせ方とか建築とか登り方とかのまあプレイがねすごい今シーズンはよりフィットしてたのかなと思いますね。キャラコン強化のシーズンでもあるからな。でまたここで見つけて倒しに行く。ワンチャンこのタイミングで40撃破ぐらい狙える可能性があったから、ちょっとねもうもはや急いでますね。まあ、もう見つけ次第ね勝負に行ってゴリゴリに削りに行って、ここもね手前から奥の階段編集ガチでうまい。でメダリオンついにね全部集まってでもこっからはね移動園で、しかも雪山なんやけど攻めれるところはもうゴリゴリにね攻めていきますね。とはいえ結構アンチが厳しくなったのは若干運はなかったね。まあ今さんの撃破数の多さだけじゃなくて、そもそも事故が増えるから人の減りが早くなっちゃって、まあなかなかね、まあ、40撃破ではなくて37も普通にえぐいけど、40いけそうなところちょっと縁がねなんかちょっと運が悪くて撃破数が伸びなかったっていうのはありましたね。でもねこの終盤後この進行度もね意味わからん視点してるけどなまあ企業しかできんよな。で上からもう短さの取ってるから、もうここでねトラッキングで削ってからゲートキーパーのワンパント。ハイグラがねやっぱ強いからハイグラ登りたいんやけど、ハイグラ登っちゃうとやっぱなかなか撃破が伸び悩むっていうのもあるから、まあユマさんは移動ももちろん考えるけど横で戦える敵は結構ね戦いに行ってましたね。こことかもねまあ冷静に2発当ててるのもすごいなと思うし、まあ、ここでねちゃんと移動方向もね見失ってないからマジで移動もできてるし、ガチオールラウンダーで、このまままた先端に先端に、まあリセさんとユマさんのデュオも結構ユマさんが先導してるイメージはあったんで、まだねちょっと解説動画グランドファイナルの動画はねまだ作れてはないんやけど、今回はね、世界組トップ3のねチームは世界大会に行くっていうことで立ち回りもちょっと見たいなとは思いますね。でここでハイグラウンドで、ハイグラここはね取ってたんやけどリテイクされて、音で気づいてショットガン当たらんかったけど建築には当たったから、そのまんまニトロの入り込みに使っていく。で相手に対して80カットぐらいしてるから、まあ、回復したいだろうと思ってもう流星群こんなもう気づけへんからな。まあタイミング的にもね回復握ってるし、しかも建築もね屋根と床と階段で3枚張りやったけど、あの入り込みされたらまあどうしようもないよね。でここはね40撃破ギリギリ、まあ他の敵がね倒しちゃっていかないとはなっちゃったんやけど、まあ全然ねアジアの撃破数で言ってもアジア記録になるし、まあ、そもそもポイントは世界記録やからね、まあ、圧倒的なポイントでソロキャッシュラウンド1ね1位通過でしたね。で最後は丁寧にハイグラウンドも抑えつつ、ラストこれが 1v1v1 かな。で上からプレッシャーかけて、まあ、ちゃんとねミクロイは取っていくようにここは落ち着いて、で最後はこっちフロッパーも持ってるからね勝負もできる回復耐久でショットガン今のも当たってると。うますぎはい、いかがだったでしょうか。まあユマさん世界組の一人になったからね、今後のまあこの活躍対面力世界でどう発揮できるのかも注目したいですね。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。